ゴーグルは目を保護するための側面が顔面に密着する道具。眼球を粉塵、砂塵、花粉、液体、お物、風、雪、寒気、光線等々から守る。保護メガネとも呼ばれる。側面がないような、いわゆる普通のメガネでは、速報から上述の粉塵、砂塵などが侵入し目に入ってしまうので、それを防ぐ道具である。 目にホコリ、砂、雨水などが侵入したり、側方から眼球に直接風が当たったり、横側から光線が直接眼球に当たったりすることなどを防ぐ。用途としては運転用、操縦用、作業用、スポーツ用、花粉対策用などがある。前面が紫外線を遮断するものであれば、顔面に密着する側面があると、眼球を紫外線から完全に守ることもできる。 エスキモーの人々は雪目を防ぐためにカリブーの角や流木などから遮光器を作った。細長いスリットを入れて少量の光を取り入れ紫外線を減らすものであった。遮光器は着用者の顔にフィットするように湾曲しており鼻に合わせて裏に大きな溝が刻まれカリブーの剣で作られた紐で頭に固定していた。20世紀初頭。 合意のない車を運転する際の風や埃から目への刺激を防ぐためにゴーグルが着用された。同様に1903年に飛行機が発明された直後は航空機の速度が上がるにつれて風が強くなりまた高高度でのバグストライクから保護するためにもゴーグルが必要になった。ゴーグルを最初に着用したパイロットは1903年に サミュエル・ラングレーのエアロドロームを飛ばそうとして失敗したチャールズ・マンリーだったと思われる。もともとは自動車用もオートバイ用もあった。最近のオートバイ用ヘルメットにはウィンドシールドがついているものが増えたので不要な場合が多いがヘルメットにそれがついていないタイプでは乗車する際にゴーグルが用いられる場合がありオートバイ用品メーカーによる製品が市販されている。 ヘルメットの上から着用することを想定して、ストラップは、スキー用などに比べると長く作られている点が異なる。オフロード走行向けのゴーグルは、製品の種類が多く、特有の機能を備えたゴーグルが製品化されている。複数の車両が密集して走行する、オフロード競技などでは先行する車両が跳ね上げる泥や、水を受けて、レンズが汚れやすく、 迅速に視界を確保する機構が加えられる場合がある。レンズの表に複数の透明なフィルムを重ねて貼り、汚れたフィルムを一枚ずつ剥がして、視界を確保する、ティアオフフィルムという方式や、レンズの両脇に巻き取り、機構を設けて、フィルムがレンズの表を横渡しに覆うように貼り、汚れたフィルムを左右のどちらかへ巻き取って、反対側から汚れていないフィルムを引き出す。 ロールオフフィルムと呼ばれる方式が古くから実用化されている。花や頬を覆うマスクをゴーグル下部に追加装着できる機構を設けた製品もある。1900年初頭に登場した飛行機のパイロットが使用し操縦席が密閉されていない機体では風で目が開けにくくなることや虫やゴミが衝突しやすいため必須の装備である。 視界が広く取れるようにレンズが大きいのが特徴である。またガラスに着色しサングラス機能を付与したものもあった。機関紙や通信紙などが使用することもある。日本では航空メガネとも呼ばれた。現代では民間ではサングラス、軍ではヘルメットのバイザーを使用するのが一般的でゴーグルを使用するのは操縦席が密閉されていない小型機を飛ばす際にしか。 使われない。ゴーグルは目を守ると伝えるキャンペーン用ポスター。作業用ゴーグルは金属や木材などの材料を加工する際に飛散する切りくずやエアダスターで飛ばしたゴミ、雑草の刈払い機で生じる飛散物から目を保護したり、釘打ち機などを使用した作業で操作を誤った場合でも目に障害を負うリスクを軽減するため、あるいは 有害な化学物質を扱う作業や農薬散布、塗装などでは薬品や農薬、塗料といったしぶきや切れしずくが目の粘膜に付着しないように用いられる。日本では保護メガネとも呼ばれ労働安全衛生規則に使用すべき作業が定められている。同様の目的であるがゴーグルの形態とせずメガネのようにツルで耳にかけるものやレンズ部分のみを クリップで保護棒のばに固定して使う製品や収納式のシールド面を装備した保護棒もある。溶接作業においてはアーク光が直接目に入ることを防ぐために光を大きく遮蔽するレンズを備えたゴーグルが用いられる。特にアーク溶接の際に発生する強力な紫外線やレーザー溶接で使用するレーザー光線は網膜に障害を負うことから ガス溶接用よりも高い遮光性を持っていて、通常の明るさの環境では手元をできないため、蝶都外により溶接中と合間の作業とで、遮光レンズを開閉できるような構造としているものが通常である。あるいは外部の光の強さに反応して、自動でレンズの遮光能力が切り替わる製品もあり、アーク光を検知した際は、数千分の1秒の速さで切り替わる。 溶接作業者用として、スパッタからの顔面保護も兼ねた、溶接面と呼ばれる保護具が用いられる。製鉄所においては、溶融した金属で、高温の熱源から発せられる、輻射熱を軽減するためのゴーグルが用いられる。水泳用ゴーグル水の屈折率が空気とは大きく、異なるため、目の前面に空気の層を作って、視界を確保する目的で着用される。また、 プールの水に投入されている殺菌用塩素や海水による刺激から目を保護する効果もある。水中で視力矯正用メガネが使用できない場合に使われることもある。水泳競技で使用するゴーグルは片目を覆うポリカーボネートなどの樹脂製、アイカップを左右連結し頭部に回すゴム製のベルトをつけた形態となる。アイカップは無色透明、または 着色やミラー加工されており、目の周囲の皮膚に接する部分にクッション材を貼り付けたものや、それを省略し、アイカップをできるだけ小型化したものなどの種類がある。メガネ使用者のため視力矯正用にレンズ加工されたものもある。公共のプールでは破損した際のガラス片の危険性などから、ダイビング用のマスク同様に着用が禁じられる例もあったが、 ガラス以外の材質の製品が登場したことや、消毒剤からの目の保護や、水を媒介に感染する眼病の予防効果もあり、競泳競技規則でも使用が許されるようになった。競泳競技では、屋外プールでは、濃色のもの、単調な練習に集中するため視界の狭いもの、他選手のペースを確認するため視界の広いもの、水の抵抗を軽減するため、アイカップが小さいものなど、 が使用される。ゴーグルを着用した状態で飛び込みスタートを行うには受水時の頭の角度や姿勢に注意する必要がある。アーティスティックスイミング競技、飛び込み競技、水球競技では練習中に自分の姿勢を確認したり、チーム、デュエットでは他の選手との姿勢、感覚、同調性を確認するために使用される。日本英法競技でも A 型を見せる競技であるため使用されないが、練習の際に使用する選手もいる。オープンウォーター競技では、海水から目を保護するため着用される。プラスチックレンズは、傷がつきやすく、長期間使用すると、細かい傷の集まりで、透明度が低下する。ダイビングに使用されるものは、マスクと呼ばれ、ゴーグルとは区別される。スキー競技用、ゴーグルスキースノーボード用のゴーグルは、 風や冷気、氷辺や木の枝などの飛来物から目を守るほか、サングラスと同様に雪の照り返しによって、強くなる紫外線から目を保護する UV カット機能も持つ場合がある。レンズおよびフレームは柔軟性と剛性を兼ね備えて、折り、点灯時や衝突時の衝撃から顔面を守る。寒冷な外気の中で使用する際に、ゴーグル内の水蒸気がレンズ内面で結露して、 曇りが生じ、視界が悪化することを防ぐため、レンズ周囲のフレームなどに通気口が設けられている。また、ダブルレンズと呼ばれる服装ガラスのような構造のレンズで曇りを防ぐものもある。ストラップにバックルがついているものは、着脱する際に顔面からフレームをずらす必要がなく、頭部などについた雪がゴーグル内に入ることを防ぐことができる。 スキー用ゴーグルとスノーボード用ゴーグルに機能的な違いはなく外観デザインが異なる程度である。競技用のゴーグルはヘルメットに装着することを前提としており、フレーム外形がヘルメットの開口部とフィットするようになっている。軍用ゴーグルを装着した兵士落下産効果を行う部隊などでは比較的古くから使われているが、不評装備の近代化に伴って、 軍用としてのゴーグルも普及している。外見は、スキー用ゴーグルに似るが、戦闘中に飛び散る泥や砂のほか、爆風等から目を保護する目的で使用するため、衝撃や破片の激突などに対して、一定以上の耐久性を持っていることが、必要条件となる。砂漠など、日差しの強い地域で行動することを前提とした、軍隊では、これに、 サングラスとしての機能を果たすカラーレンズを装備したものを使用することもある。強度とともに軍隊で使用されているというイメージの面から一般向けに販売されるモデルが遊戯重点の店頭に並んだりサバイバルゲームを扱う雑誌に掲載されている。サバイバルゲームで使用することを目的に開発されたものでアスグックの企画に準拠したものは 運動エネルギー 1.2J までの BB 弾の直撃に耐えられる。ポリカーボネートなど透明で強度のある樹脂を用いたクリアシールドや、それに色をつけたもの、目の細かい金網を貼った網目シールドなどがある。簡素な構造で安価なものから、頬や口元を保護するフェースガードが連結されたもの、曇り防止用の小型電動換気扇を備えた高級品などの種類がある。 樹脂製は透明な素材が、目の前方を隙間なく覆うため、砂や水、砕けた BB 弾の破片など細かなものも防御でき、視覚に与える影響も少ない。しかし硬いものとの接触で、傷がつきやすく、内部に湿気がこもると曇るほか、極端な低温下での使用や劣化によって強度が落ちる、場合がある。 金網性は湿気で曇ることがなく、傷つきや気温の変化などにも強いが、細かな飛散物が網目をすり抜ける危険性があり、完全に金網があるため視界がやや暗くなる。ゴーグルとフェイスガードを一体化し、保護板が頭頂部や後頭部まで覆うヘルメット状のものもある。これらは、 アメリカのペイントボールゲーム用の防具を流用したもので液体入りのボールを打ち合う競技のためメッシュタイプはない。医療用の一例医療の場において用いられるゴーグルは大きく分けて以下の2種類がある。一つは手術などの完結主義を行う際に術者や助手、看護師などが装着するゴーグルである。これは患者の血液が眼球に飛散し血液を介した。 感染症に罹患することを防止するものである。拡大鏡が付帯したものもある。また、フェイスシールドとも呼ばれる。もう一つは、X 線使用下における主義で用いる、防護ゴーグルである。鉛が含有されたアクリルでできており、血管増影、CT 撮影化主義、投資化制服、核医学検査などの際に、術者や介助者の推奨体の放射線被曝を、 低減するために用いる。こちらは、防護メガネとも呼ばれる。映像を提示する装置の場合は、ヘッドマウントディスプレイやヘッドセットとも言う。VR、AR、MR の表示などに用いられる。ありがとうございます。